はい、こんにちは。物欲名古屋人です。中華イヤホン沼へようこそということで、今回も中華イヤホン紹介していきます。今回はコスパが非常に高いということで、超有名なイヤホンですね。今回紹介するのはこちらです。おなじみの KZ から発売されています ZST-X という有線タイプの中華イヤホン紹介いたします。こちらアリエクスプレスで購入いたしました。 13.72 ドルと購入時、日本円にしますと1518円というね、圧倒的に安い1000円台のイヤホンです。アマゾンですと2000円ちょいといった感じでしょうね。だいたい500、600円ぐらいアリエクスプレスの方が安いということで、本体価格を考えますとだいたい3分の1ぐらいの価格差はありますので、こちらは気長に2週間待って中国からチャイナポストで届くというふうにしてもいいのかなと思います。早速ですけれども、こちら本体です。 ZST-X と、もう表面にねロゴが書いてありますけれども、ドライバーを見ていきましょう。ドライバーは標準的です。こちらですね、はい、このように 1BA1DD ということで、一つのバランスドアーマチュアドライバーと一つのダイナミックドライバー、計片方に2つのドライバーを搭載しています。多くのドライバーが搭載されている中、こちらはまあ価格もそうですけれども 1BA1DD ということで2つのドライバーに抑えられています。ドライバー自体はバランスドアマチュアドライバーは30095、こちらはもう有名でいろんなイヤホンに使われてますね。高音域を担当するドライバー、そして低音域は 10mm の20磁気ダイナミックドライバーです。カラーは紫をチョイスいたしました。どうでしょうか、この青と紫のカラーリングが、またこれなかなかかっこよくてね、この ZST-X の一つのキャッチカラーになっているのではないでしょうか。この ZST-X と X とついていますように、 ZST モデルの新型です。なかなかねこういったもうモデル名がカオスになってきて、 KZ シリーズも分かりにくくて、マニアの方ですとピンとくると思いますけれども、整理するのが難しいですよね。ドライバーはどこに配置されているかと言いますと、ダイナミックドライバーはもろここに見えてます。こちらが 10mm のドライバーですが、BA ドライバーはこのステム部分ですね、この軸の部分に入っています。30095の BA ドライバーここに入ってます。そしてちゃんと金属製のフィルターがねここにはまっていますので、耳垢とかもね中に入り込まないようにはなっています。ステムはこちら金属ではなく全て樹脂、まあ価格も価格ですので樹脂筐体となっています。Amazon の販売ページでは100から200時間のエイジングが必要と書いてますね。エイジングすることで別次元の驚くべき音質に進化しますと書いてありますので、いやエイジングで別次元に生きるんだと思うとですね、流したいなと思いますけれども、まだ私はねこれエイジングというか50時間ぐらいのレビューですので、その別次元にはいけていないかもしれません。最初より低音の膨らみが少し少なくなってきたかなというふうに感じてますけれども、うん、別次元まではね感じ取っていないのでね、もう少し聞いてみたいなと思います。そして音質ですけれども、この価格帯にしてはね非常にいいというふうに思いました。とても聞きやすい音ですね。定評があるのもうなずけます。弱ドンシャリといった感じですけれども、高音も刺さることなく適度にあります。ボーカルの声が非常に聞きやすくて、低音の量感も心地よいです。これ1000円から2000円台ですからね。私は1500円で買ってますので、この価格帯で勝負できるのがやっぱ中華イヤホンのね一番の醍醐味かなと思います。1万円ぐらいのそこそこ高い中華イヤホンを聞き比べるっていうのもいいと思いますけれども、こういった安かろう悪かろうじゃないね、安かろうどこまで良かろうっていうのをね試すっていうのも中華イヤホンの楽しみの一つですよね。しかもこの価格帯ですとある程度割り切ってラフに使えますし、これケーブル交換が可能です。もちろん2ピンタイプですので、このように取り外しができますのでね、このようなタイプです。出っ張ってないタイプなのでリケーブル時は注意が必要ですけれども、このあたりもね複数種類があるので把握しておいた方がいいと思います。はい、この出っ張ってないタイプですね、こんなタイプ、これ何タイプっていうのかな、いろいろありますけれども、このような形なのでケーブル買って刺さらないっていうこともありますのでご注意ください。
ということで断線してもこのように交換が可能ということで、この価格帯でリケーブル可能っていう時点ですごいなというふうには思うんですけれども、断線も恐れることなく使うことが可能です。ケーブルの方が逆に高くついてしまうかもしれませんね。ゲームにも非常に良いと思います。 Apex Legends とかね、これ試してみましたけれども問題なくゲーム等でも使えます。ということでいかがでしょうか。日常使いに万能な ZSTX、 低価格帯の中では十分な音じゃないかと思いますので、ほとんどの方は満足していただけるのではないかと思います。もちろんこちらバランス接続するとさらにいい音で聞きますけれども、まあ、こういったランクのイヤホンはバランスで聞き込むというよりはもうアンバランスでいろんなデバイスで使って気軽に聞くっていうの方がね合うのかなと思います。今回は KZ-ZSTX イヤホンご紹介いたしました。またイヤホンあったらコメント欄教えていただけると幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。